のマットな質感のピアスを作ってみたいと思います。まるでシーグラスのような質感にもなっているので、とても夏らしいピアスになってます。ぜひ作り方ご覧ください。今日使うものは透明のレジン液、タカラネイルの UV レジン液クリアハード。これはかなり粘度の高いものになってます。そしてレジンの表面を磨く紙やすりを使います。でアメリカで紙やすりを購入したんですけど、ちょっと裏側に何番っていう風に番号が書いていなかったので、ちょっと番号をお伝えすることはできないんですけど、一応上から1番目の細かいもの、中くらいのもの、一番粗いものっていう感じになってます。今回はこの真ん中の中くらいのものを使っていきます。
紙やすりで表面を磨いてあげるとこんな風に白く曇った感じになります。全体的に均等に磨いていきます。今回はマットな仕上がりのちょっとこう曇りガラスのような質感のピアスが完成しました。近くで見るとシーグラスのような質感もあるので夏にとってもよく似合うと思います。今回はこの曇った感じを前面に出すために何にも中に入れずに一番シンプルな形で作ってみました。ただ自分で好きな形をこう描けるので、あの世界に一つしかない自分だけの形が出来上がるかなと思います。紙やすりの目が一番細かいもので、あの表面を磨いたらもう気持ちいい透明感のある仕上がりになったんですけど、今回はかなりマットな感じに仕上げたかったのでこんな感じに仕上げました。作る工程はとってもシンプルなのでぜひ参考にしてみてください。今日のこの曇りガラス風のピアス可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。他にも透明感のあるアクセサリーたくさん作っていますので、他の動画もぜひご覧ください。またぜひ次回の動画も見てください。ありがとうございました。